では今回のクローズアップ宮崎、テーマはこちらです。今回はみんなで宮崎を元気にする行動プラン、今私たちにできることと題してお送りします。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、今回は宮崎を元気にするために私たちが今できること、そして県の取り組みなどをご紹介していきます。では参りましょう。今私たちにできること。感染症拡大防止のため、人と人との距離を取り、外出を控えて家で過ごす時間が増える中でも、私たちにはできることがあります。皆さん一人一人が心身の健康を保つとともに、ちょっとした心遣いと行動が宮崎を元気にします。健康で楽しく過ごすための行動として、人混みを避けて散歩やジョギングを楽しんでみませんか。県のホームページでは、自宅でも手軽にできる運動や体操を紹介しているさまざまなサイトがあります。今日は1130県民運動をご覧いただきましょう。ぜひ皆さんも一緒にやってみてください。1130体操始まるよ。1130体操、まずは胸式呼吸です。お腹に手を当てて、鼻から吸って口から吐きます。吸って吐いて、お腹はへこませたままゆっくり行いましょう。吸って吐いて、肩甲骨や膝を動かす運動です。両手を前で交差してゆっくり回し上げていきます。手のひらを反転させて戻します。もう一度肩甲骨を動かすことを意識しましょう。姿勢を伸ばして胸を開きます。肩周りを動かす運動です。両肘を上げて、右手をひねりながら開いて伸ばします。そのまま上に、反対もひねりながら開いて伸ばします。両手を合わせて上に伸びます。体全体を使った運動です。ボールを作って右に傾けます。体をひねって上に投げます。ボールを作って左に、体をひねって上に、次は前に傾けます。ボールを作ってひねって右足前に、後ろに戻して上に投げます。もう一度ボールを作ってひねって左足前に、戻して上に。胸式呼吸です。続きはぜひ1130体操のホームページでご覧ください。運動は3分ちょっとので手軽にできますよ。現在県庁本館がブルーにライトアップされています。これは昼夜最前線で新型コロナウイルス感染症と奮闘している医療関係者へエールを送ろうと実施されています。それではここで県の新型コロナウイルス感染症に対する取り組みをご覧いただきます。県は新型コロナウイルス感染症の影響により、1月から4月までのいずれかの月の売上が前年度に比べ 75% 以上落ち込んだ小規模事業者の方に給付金として20万円を支給します。申し込みは電話による事前予約制です。本店が所在する地域の商工会商工会議所へご相談ください。今後の感染拡大防止対策としては、 PCR 検査可能数を現在の1日96件から倍増させることを目標にしています。現在感染者の受け入れ病床は31床ですが、さらに200床を増やし、県内で計231床の病床を確保することを目指しています。また患者が急増する蔓延期を想定し、軽症者受け入れ宿泊施設として、県市町村職員共済組合が運営するホテルひまわり荘を半年間丸ごと借り上げ50室を確保しました。今後さらに300室を加え、県内で計350室の確保を目指します。
国の緊急事態宣言の延長により生活や仕事に関することなど今後さまざまな心の悩みを抱える方々が増えることが予想されます。県民の方々の心のケアに取り組んでいる県精神保健福祉センターでは保健師や心理師などの資格を持つ専門の職員が相談者からのお話を電話でお伺いしております。決して一人で悩まずお気軽にご相談ください。さて、新型コロナウイルス感染症の影響は県内のあらゆる部分に大きな影を落としています。観光面では宿泊客のキャンセル、イベントの中止や会議の自粛などに伴い飲食業、小売業、サービス業など広い業種にわたって影響が拡大しています。農産物でも牡蠣、マンゴーなどの需要が減退、畜産業でも国内需要が低下したことから枝肉価格が大幅に下落しました。これに伴い子牛競り価格も下落しています。県内の生産者を支え地域経済を守っていくため地産地消による応援消費に取り組んでみませんか。宮崎は食材や美しい花の産地です。新鮮で美味しい県産食材を毎日の食卓に取り入れたり家庭や職場で花を飾ったり大切な人に花を贈ったりすることで自分が元気になるのはもちろん宮崎も元気にできるんです。ディスカバー宮崎のホームページでは宮崎を元気に応援消費コーナーの特設ページを設け売り上げに影響の出ている商品の応援消費を呼びかけています。農産加工品、水産加工品をはじめ菓子類など10項目から自由に選ぶことができます。では畜産品、畜産加工品を見てみましょう。いやすごいですね。肉巻きおにぎりから宮崎牛サーロインステーキ、そして餃子にじとっこしゃぶしゃぶセットまで本当に美味しそうな商品がずらーり並んでいますよね。本当ですね。写真だけでも食べたくなりますね。そしてお菓子もあります、はい、チューチュープリンが私気になっているんですよ、うん、これは宮崎県産の卵を使った濃厚で滑らかなプリンなんだそうです、うん、プリンをその名の通りチューチューといただくんですね。面白いですよ ね。さあそしてその他にもこんな商品もあります。お、何ですか。こちらは業務用のアイスいちご味です、家族でシェアして食べるとちょっとした贅沢気分が味わえそうですね。本当にたくさんあって見ているだけでも楽しいですよね。このように今再び宮崎を元気づけるためには皆さんの身近なところから地元の商品やサービスなどを意識して使っていただくことが必要です。普段の食材や大切な人に贈る花、仕事の依頼や製品の発注などあらゆる機会に地元宮崎を選択肢に加えてみませんか。皆さんの行動が県内の生産者や経済を支える応援消費となります。今こそ県民総力戦で地産地消の底力を見せましょう。はい、たくさんご紹介してきたんですけれども、はい、この外出自粛でお家で過ごす方が多いということで、運動不足もね気になっている方も多いと思うんですが、はい、ご紹介した1130体操、手軽にしっかり運動できるからこれはぜひ試していただきたいですね。そうですね、うん、まあ、そして食品の価格も今下がっているということは、はい、消費者には嬉しいことかもしれませんので、うん、ぜひ県内産のものにこうレーダーをねピピピと当てて、ね、ぜひ皆さんで支援していきましょう。はい、頑張っていきましょう。以上クローズアップ宮崎でした。